はい、おじちゃん。レッツゴー。今回は課題や宿題に追われる視聴者さんのためにみーちゃん、梅ちゃんのまったりとした動画を用意しました。課題や宿題をやりつつ片目で見てもらえればなと思います。続いて、あっち遊んできて。よし、トイレ掃除終わり。下のペットシーツ、あ、みーちゃんが上行っちゃった。みーちゃんが上行っちゃったら降りてこないな、なんかなんか。よし、じゃあこれでみーちゃんの世話終わったので、梅ちゃんの世話に行きます。はい、梅ちゃん、レッツゴー。梅ちゃんいきなりカメラやりそうだな。梅ちゃんカメラはダメだよ、おとなしくしててな。梅ちゃんがもぞもぞ動いております。カメラやんないようにな。どいて、梅ちゃん。さあ、どくんだ。どいて、梅ちゃん。よいしょ。梅ちゃんカメラやないでよ。梅ちゃん、梅ちゃんカメラやないでよ。
放心状態モードだな、梅ちゃん。あ、ダメだよ、患者梅ちゃん。かなりダメだよ。すごい早いね、梅ちゃん。トイレの世話は庭とも終わりました。今梅ちゃんはご飯を食べてます。
梅ちゃん、こじれ、梅ちゃん、梅ちゃん、こじれ、こじれ、ゆっくりしなよ、みーちゃん。
この間の、あの見る梅動画で、梅ちゃんがカーペット食べちゃうんですけど何か対策ありますかって皆さんに聞いたところ、たくさんコメントをいただきました。ありがとうございます。何件か100円のパネルマットを試してみてはっていうコメントもあったんですけども、実はそれ一番最初にやっていて、梅ちゃん結構食べてしまったのでちょっとそれはダメなんですけど、他にもなんかいろんな方法を書いてくれたコメントがあったんで、一つずつ実践していこうかなと思います。コメントありがとうございました。あとは掘らないようにしつければっていうコメントもあったんですけれど、やっぱりウサギは掘ったりしちゃう習性があるので、そこを禁止しちゃうと結構ストレスがかかっちゃうみたいなんで、まあうまく梅ちゃんの性格と合わせた一番いいあの方法が見つかればなと思ってます。で、一回しつけようと思ってあのかじったり掘ったりカーペットしてる時にあのダメだよってやったら、あのおしっこを梅ちゃんに引っ掛けられました。梅ちゃんはそういうので抵抗してくるみたいです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画シリーズが見たい方はこちら。そしてメインのゲーム実況チャンネルはこちらから登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。